大谷翔平の2年連続 MVP の可能性は、米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は、今季も二刀流で躍動、2年連続のア・リーグ MVP 受賞の可能性も話題に上がるが、そんな中、昨季熾烈な MVP 争いを演じた、ブルージェイズのブラディミール・ゲレイロジュニア、 内野手は大谷翔平の2年連続の MVP 受賞を予想。一方で3度の救援出場を誇る元名手は、チーム成績を理由に難色を示している。ブラディミール・ゲレーロはすでに、翔平大谷が MVP を手中に収めていると信じているとのタイトルで報じたのは、ドミニカ共和国のメディア、レコルドだ。 そもそもの発端は、ベースポーツ専門局、ESPN のエンリケ・ロハス記者のツイッター投稿だった。2年連続で、アメリカンリーグの MVP は7月時点で決して、しまった。ただただ、大谷という存在は、桁違いなのだとし、2年連続の大谷翔平の MVP 受賞はすでに決定的であると持論を展開していた。 この意見を、ドミニカ人記者のヘクター・ゴメス記者がインスタグラムで共有し、どう思うと投げかけたところで、新旧スターが意見を寄せた、インディアンスなどで活躍し、オールスターに3度出場している元内野手、カルロス・バイエガ氏は、最下位にいるようなチームでプレーしている選手に私は、MVP は渡せないなどと、 コメントで反応低迷するエンゼルスのチーム状況から二刀流で奮闘する大谷翔平の受賞任意義を唱えた一方昨季ア・リーグ MVP 投票で2位に終わったゲレーロジュニアは昨年も彼らが選んでいるのなら今年も同じだと思うよ彼は昨年よりも成績が良いのだからねと主張 昨季も低迷したエンゼルスで MVP に選出されている大谷翔平だが、昨年のライバルは大谷翔平の2年連続受賞を予想する格好となった。エンゼルス大谷翔平2年連続アリーグ MVP 受賞の可能性は、米 CBS スポーツが検証マイ CBS スポーツ電子版は14日、日本時間15日に大谷翔平が、 稀に見る MVP の仲間入りを果たそうとしているという見出しで、エンゼルスの大谷翔平投手、28が2年連続でア・リーグ MVP を受賞する可能性を検証した。6月以降、ア・リーグの MVP 最有力候補に、ヤンキースのアーロン・ジャッジが野手、30が上がったが、今月に入る大谷翔平が猛追している。 投手では2勝無敗。防御率0.69。13回で22奪三振。打者では2発。7打点。同電子版は、今季の大谷翔平を、今季は二刀流の勝ちが、より投手優位になっている。昨年、大谷翔平の MVP は、 主に打者としての成績に依存していたが、2022年、その流れは逆転していると指摘した。13日、同14日時点で、投手で9勝4敗、防御率2.38、123奪三振、規定投球回に2イニング足りないが、到達する可能性は十分だ。 脱三振の昨季の156を超え、250も試合に入る。打者では2割5分8厘、19本塁打、56打点、10盗塁と昨季と比べると投げ高打低だ。35本塁打で打点は、昨季の100を上回りそうだ。これまで MVP を2年連続で受賞したのは13人。 12、13年のカブレラ、タイガースが最後だ。果たして大谷翔平は14人目になれるのか。後半戦の大活躍に期待だ。 このまま大谷翔平の登板日以外は勝てないとエンジェルスは100敗を超える7月14日ロサンゼルス・エンジェルスは2対3でヒューストン・アストロズに敗れたここまでの90試合は39勝51敗勝率433 シーズン全体の162試合では、70から71勝と92から91敗になるペースだ。ただ、6月28日以降の14試合は、3勝11敗。大谷翔平が登板した、6月29日、7月6日、7月13日の3試合を除くと、 いいずれも負けているこれからも大谷翔平の登板日以外は全く勝てないとは考えにくいとはいえ万が一ということもあるオールスターブレイクまでのあと2試合はロサンゼルス・ドジャースとの対戦だドジャースの勝率659アナリーグで最も高く 大谷翔平はこの2試合には登板しない。エンジェルスがドジャースに勝つ確率はかなり低い。さらに、オールスターブレイク後の70試合中、大谷翔平が登板する試合しか勝てなかったとすると、以下のような計算となる。70試合の6分の1は11から12試合だ。 大谷翔平が12試合に登板し、エンジェルスがそこですべて白星を挙げても、それ以外の58試合に負けた場合、シーズン全体では、ここまでの51敗と7月15日から16日のドジャース戦の2敗と合わせ、111敗となる、51プラス2プラス58イコール111だ。 1961年の創設以来、エンジェルスはシーズン100敗に達したことがない。1968年と1980年の95敗が最も多い。111敗とまではいかずとも、今シーズンは、球団記録を塗り替えてもおかしくない。夏のトレードで大谷翔平を手放すかどうかは、 不透明ながら、コンオフに FA となるノアシンガーガードは、放出が必至だ。マイク・トラウトの腰の具合も、懸念される。なお、ドジャースとの2試合を含め、ここからの72試合で勝率333以上を記録すると、エンジェルスは、 シーズン100敗を免れる。24勝48敗、勝率。333なら、シーズン全体で63勝99敗となる。また、勝率。403以上なら、球団記録には並ばずに済む。29勝43敗、勝率。 403であれば、シーズン全体で68勝94敗だ。4月27日以降の72試合、残り試合と同数、で、エンジェルスは28勝44敗。勝率、389を記録している。